こんにちは、ズワッチです。ウイルスウイルスです。ということでね、今ちょっと僕のパソコンバグってるんですけど、多分バグった原因は俺が笑ってはいけないで水を吹き散らかしすぎたからだとは思うんですけど、もしかしたらねウイルスとかの可能性もゼロではないわけじゃないですか。わからんけど、全然詳しくないからパソコンってことでね、今ねなんとかこのバグってるパソコンギリギリまだ使えるので頑張って動画撮ってるんですけど、今回はウイルスの疑似体験みたいな、なんかパソコンの被害に遭う時の疑似体験できるサイトがあったので、こちらねいろいろやって勉強したいと思います。早速やっていきたいと思います。 Let's go 3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! まずはトロイの木馬体験というものやっていきます。トロイの木馬って何？全然意味がわからん。トロイの木馬とはマルウェアと呼ばれるコンピューターの安全上の脅威となるソフトウェアの一部類のことです。ちょっとね一時句意味がわかりませんでした。なんかまあウイルスと似たような感じなんですかね。まあちょっとやばいやつってことです。こちらのね体験してみましょうということで。おお、トロイの木馬。トロイの木馬についてこのサイトでは説明します。違法動画サイトで視聴する動画を探しています。どのような危険があるでしょうか。実際に体験してみましょう。これから無料診断ツールのインストールを促すポップアップが表示されます。インストールしてみてくださいと。はい、わかりました。はい、じゃあ行ってみましょう。トロイの木馬。おお、よしチューブや。何やこれ、YouTube 的。あー、びっくりした、なんか出てきた。いや、よく出るやつやこれ。ダウンロードを行いますかって、めっちゃキャンセルをしたい。 OK 押しましょう。これをクリックするのね。はい、インストールをクリック。はい、あ、インストールされてる。怖。インストール完了しました。うわ、疑似体験って分かってても怖いよね、こういうのって。無料セキュリティ診断できます、ありがとう。異常ありました。あー、なるほど。これらの有料セキュリティツールを使って駆除しましょうで、ランキング1位って書かれてる12000円のソフトを買えって促されるわけね。実際にはこの無料ソフトウェアは診断をしていません。しかしこの診断を信じて実際に購入してしまう人もいます。これがトロイの木馬ですよ。怖いですね。続いてクロスサイトスプリクティング XSS 攻撃体験。意味がわからん。 XSS 攻撃というものがあります。クロスサイトスクリプティクルと読みます。なるほど。クロスサイトスプレデルデン。この攻撃がどのようなものであるか、実際に攻撃者と被害者の両方の立場を体験してみましょう。入力したら送信ボタンを押してください。名前がミスター吉田になってる。ちょっとやだな。ミスター吉田はちょっと嫌です。ミスター中澤で。好きなことセキュリティ。そんなわけなかろう、ね。好きなこと69。ちょっと恥ずかしいな、やめとこう。なんだろう、好きなこと難しい。いや、もう69にしよう。いや、恥ずかしいな。好きなこと遊戯王。もう今遊戯王真っ只中なんで、これでいいっす。で、これで送信を押すと。はい、なんか登録されてる。なんで？あ、そっか、それは登録するわ。だってこれを打ったんだから。登録に成功しました。さて、入力された情報はなんちゃらかんちゃらという攻撃者の URL サイトに強制的に移動される攻撃コード。攻撃コード入力後に掲示板を訪れた人は攻撃者のページに飛ばされてしまう。はぁ、なるほど。つまり俺は今最低なことをしたってこと。俺最低なことをしたのにめちゃめちゃ本名で登録しちゃったやん。ミスター中澤で登録しちゃったやん。どうしてくれるんや俺。遊戯王を好きなミスター中澤ってもうこの中澤しかいないですからね。ミスった。だったら69にしとけばよかった。続いて被害者体験してみましょう。僕は被害者です。うわぁ、そういうことか。被害者だからさっきのサイトに飛んだら勝手にこっちのサイトに飛び移っちゃうっていうね。うわー、うざー。このように攻撃者のサイトにいきなり変わったらいかがでしょうか。バカ怖いっすよこれ。その先はアダルトサイトかもしれませんし、闇金情報漏洩の入り口、フィッシング詐欺、クッキーの不正取得を行う攻撃ページ。恐ろしいね。 3, 2, 1, YO! 股関節OK! あ、これやってみたい。ワンクリック詐欺体験。俺、これやったことないんですよね、これ。Oh my god! 会員登録しますかって出た。会員登録します。ありがとうございます。有料会員登録手続きが無事に完了しました。うわ、怖え。有料会員登録手続きが無事に完了しました。こんな恐ろしい言葉があるとはな。こんなんね、小学生、中学生がやっちゃったらね、もうドギモ抜かして失神してしょんべん漏らしますよ。最後はこちらのね、度胸試しというサイトやって、これでウイルス感染体験できるんで、これやりたいと思います。ウイルス来いよ。じゃーん、ポメラニアン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 、ポメ